カールマイヤーフォン・ロート・シルトカールマイヤーフォン・ロート・シルトの4男としてフランクフルト・アム・マインに生まれる生まれた時の名前はカルマン・マイヤー・ロート・シルトであるが家族内での呼び名だったカールの名で知られる富裕な一族に生まれた彼は29歳で結婚してフランクフルトのノイエ・マインツァー通りに今日構えるまで父マイヤー・アムシェルのもで 銀行業の下積みを行った。1818 18年9月16日に結婚した妻、アデルハイト・ヘルツとの間には、以下の5人の子を成した。長兄のアムシェル・マイヤーは、ヨーロッパ全域において、一家の事業展開を行うために、自らは、フランクフルトに残りながら、弟たちをヨーロッパの各都市に送り、その地で銀行を開業させた。 1821年にオーストリア軍がナポリを占領すると、後期と見たロスチャイルド家はカールをナポリに送った。カールはしばしば5人兄弟のうちで最も出来が悪かったと見られているが、ナポリにおける彼の働きは優秀な金融業者であることを示している。また、ビジネス上の重要なコネクションを作ることにも、ひいでてより、ルイージュ・デ・メディチゾーショーとの良好な関係を、 作り上げていた。ロスチャイルド家の銀行をナポリにおける主要業としたカールの成功で、ロスチャイルド家は英国及び他のヨーロッパ主要産、各国における存在感を出し、一族は大きな影響力を持つこととなった。1822年にカールと4人の兄弟は、オーストリア皇帝フランツ一世から男爵に除せられた。1826年の冬には、後に、 ベルギー国王となるザクセンコーブルクコーレオポルドをナポリの邸宅に招いている。シチリアの在フランクフルト総領事に任命されたほか、1832年1月にはローマ教皇グレゴリウス16世から騎士団勲章を受けている。カールはフランクフルトとナポリのいずれにも邸宅を持っていた。父マア,アムシェルが フランクフルト郊外に所有していた土地に1837年に建てた邸宅は現在ギュンターズブルクパークとして知られている。また、1841年にはベスビオを望むサンジョルジョア・クレマーノの邸宅ビッラ・ピニャテッリを購入している。1853年のツマーデル・ハイト、1854年の4男アンセルム・アレクザンダー・カールの死を 追うように、カールは1855年に、ナポリで死去した。彼の資産は、7分の1が娘シャルロットに、残りが存命の3人の息子に均等配分された。次男のアドルフ・カールがナポリにおける事業を継ぎ、長男マイヤー・カールと三男・ビルヘルム・カールは子供を、残さずに死去したオジアム・シェル、マイヤーのフランクフルトにおける事業を継いだ。ありがとうございます。